はい、皆さんこんにちは、なちです。ヘラチャレンジ、ソエルもうラス2ですね、ここはねちょっと長引くんではないかと、階層も多いんでそう思います。まあ、水のデビルがいるとはいえ2ウェイには勝てません。で、あのね、普通のヘラ降臨とはもう嘘のように違うこのドロップ率ですよ。毎回そう宝箱か卵を落としてくれるっていうこのありがたいダンジョンです。で、ここは2ウェイだとどうしても1体残っちゃうんですよね。ポイズンエッジ、ここも毒を消せば特に問題はないです。さよなら。ミカエルでやるときこいつがきつそうなんですよね。まあ、防御はその金メタぐらいだったはずなんで貫通はそんな難しくはないと思うんですけど。はい、ホーリーちゃん、ホーリーちゃん、ホーリーちゃんは2Aで体力少ないんだよね、この子めちゃ少ないですね。多分火だけで死にますねとか言うと多分木の落ち込んが来るんですけど、あ、来なかった。耐えたよ、せっかく火で殺そうと思ったのに。よし、プチ魔王の城、こいつなんかリザレクションとかするんでね、これもミカエルに辛そうですね。混沌の守り、これは劉備、闇が1個でも消えるとめんどくさいんで、ここは劉備を使っていこう。あははははっ、きれいに揃えなくてもね、勝てる相手なのになぜかその 2way をきれいに揃えたくなってしまうっていうね、衝動があるんですよね。特にこの子強くないんでいいんですけど、あんまりですっていう力でもないんですよね。あ、闇消えた、大丈夫これ、大丈夫かな、耐えた、やっぱり諸葛の位置を変えたらどうですかとかね。えおい、あ、倒せたエルダンディの方が勝りましたね。はい、デーモンちゃんはこれでいいです、多分問題ない。オーケー。ここですよ、ここでねコンボできないクズがいるんでね、僕みたいな、それがねちょっと、ね、困りますよね。よし、倒せるんじゃない、イエス。さあ弾いてくれ、僕はもうペルセウスにする気はないんだよそこ。よしでもこうなったらこのパーティーでもクリアしますからね全部。あ間に合うわけもなく、お疲れ様です。でも5分はかからないんですよね。よし、あ、なんか石もらえてありがとうございます。次回はあれですね、ついにラッシュもやったことないんでちょっと楽しみです。宝玉です。宝玉めっちゃ溜まってるんじゃない、全然使ってないんですよ。レア度、このこいつのステータスは HP かなんかがいいかな。闇がな腰バレのせいで闇がやばいな。
14。これね、宝玉スキル変えてほしいですよね。もう指針はいいわみたいな感じありません？これを多分英雄とか、あとはその神をなんかループさせたりすれば、多分かなり集める人とかもね、増えるんじゃないかなと僕は思うんですけど。あとね、もうこの辺にスキルつけてもいいと思うんですよ。なんだろうな、もうドロッ、あのナイトぐらいのスキルをつけてもいいと思うんですけどね。それ容量重くなるんですかね。この二次番とかもスキル変えていいと思います。あ、でも二次番変えるとあれか、初心者のあのノエル耐久パーティーとかちょっと崩れてくんで、やめていただきたいから。宝玉のスキルは変えてほしいよねと僕は思います。はい、では次回のエラーラッシュ、キサキの宴でお会いしましょう。さようなら。